糖質の姉。うちの糖質姉は20年選手。すぐクビになって転職してばかりだけど、仕事はしているのが救いかな。家ではものすごい被害妄想で暴言ドタバタ女。多分会社でも。ただし本人は善人のつもりらしい。キッチン、洗面、浴室、とにかく何でも、自分が使おうと思った時に家族が使っていたら NG。同時に譲り合いながらは使えない性格。ものすごい勢いで戸を開けて、山、山、し、と家族を追い払う。そして自分は一人で長時間選挙。もちろんその間、家族は立ち入れない。仕事にも遅れそうになり、割り込もうものなら即発狂。蹴り出される。糖質曰く、自分が行くところ行くところに、わざと家族が先回りをして嫌がらせをしている。らしい。入浴中に風呂場から引きずり出されたり、頭から冷水を浴びせられたことも。季節は冬。抵抗すれば罵声と規制の応酬らば。助けようと割って入った母ともども突き飛ばされ、身体も心も傷だらけ。そんな糖質だけど、気持ち悪いほど外面がいい。電話や来客には椅子取り競争のごとく走って駆けつけ、笑顔で対応する。年齢的にはちと幼稚な応対ではあるけど。ので、周辺住民も糖質のことを善人と思っているかもしれないし、規制と罵声は糖質ではなく、健常の私の方だと勘違いされていそう。もちろん糖質本人をよく知る人物にはバレていると思うけどさ。事情があり実家に戻っているけど、私は何度か家を出ていたことがある。その間、父が伊坂源が多少マシになっていたから、健常の私が同居していると、家族の愛情を独占できないと感じてストレスなのだろう。取り残される年老いた両親は不憫でならないけど、もう一度、家を出ようと思っている。姉は幸い仕事に行ってるから朝の洗面所バトルはかろうじて回避しているけど、春にはまた無職になる予定。想像するだけで怖い。夜の入浴はいつも姉が利用する時間を避けてささっと済ます。夕食後の長時間の歯磨き選挙の後から、決まって9時くらいにスタートするお風呂に入る準備スタート選挙までのわずかな時間が私のゴールデンタイム。糖質の特徴なのか、不思議と毎日時間通りなのがせめてもの救い。正しく時入浴の定時にこだわるあまり、私が先に入浴することになるので、姉は毎回機嫌が悪い。お湯も全部抜いて入れ直してる。入浴時に見つかると、また嫌がらせしとる。とか、5分で出てこい。とか意味不明のことを言われ、この寒いのに洗面所とかの窓は開け放たれるので、一日の疲れを取るはずのバスタイムが、全くリラックスできない。のんきにドライヤーなんて使って用物なら殺されそうなので、夜の洗髪は気合が必要。友達。今思えば修羅場だったのかなぁと思うけど、高校生の時外人さんにさらわれかけたことがある。高校生の時歩いて帰るのが好きで、結構大きな国道沿いをよく歩いてた。夜遅い時もあったけど、逆に車の通りも多いし明るいしと思ってのお天気にテクテクと。たまーに散歩してるおじいさんとかもいたし、あんまり気にしてなかった。その中で、大きな橋があって脇道もないしお店もないから、ここを歩いてるってことは橋まで絶対行くよねって分かっちゃう道があったんだけど。その日も一人で歩いてたら、突然外人さん、がたいが良くて中年の白人さん、に、ちょっとすみません。まるまるって、どっちですか?って声かけられた。オール日本語だったんだけど、テンパった私は、ゴー、ストレート、と橋の終わりを指さした。この時まだ橋の真ん中ぐらいで、橋の渡り終わりまでは15分くらい歩かなきゃいけない。おーありがとう。と言われて、帰ろうとしたら、僕日本に来たばかりで友達いない。と言われた。は?と思った時には腕つかまれてて、あれ車、送る。と言い出した。見るとフルスモークのワンボックスカーがハザード焚いて止まってて、さすがにバカ女子高生の私もヤバいと思って、ノーノー、アイムウォーキング、とか必死で言ってたんだけど、ぐいぐい引っ張られてた。もう何か下手したら抱き上げられそうで焦った私は、中学3年間で習った英語の総知識を必死に思い出して、誰かが迎えに来る、しかももうすぐだ、そうすればお前も終わりだぞ、的なニュアンスを伝えようとして口から出たのが、My parents, coming soon. 白人男性は鼻で笑ってたけど、
実際私が携帯握ってるのを見て手を離し、会えて嬉しかった。的なことを英語で言ってハグして帰っていった。心臓バクバクしてたし、自分の英語力のなさにがっかりしたけど、その後携帯見たら電池切れだったことが、心の中でさらなる修羅場だった。ちなみにその後、当時の彼に英会話部分だけ抜粋して話したところ大爆笑され、駅前なんちゃらに留学させられそうになったのを、必死に逃げ回ったのも私的に修羅場でした。火事。夜中にベランダのサッシをどんどん叩かれて、火事だ。って叫ばれ飛び起きた時が修羅場。旦那と慌てて起きて、サッシのカーテンを開けたら男がガラスにへばりついてて、ギャー、と旦那と二人で絶叫。火事は？火事はどこ？と隣人の声がし、サッシの向こうでは男が、開けろ開けろ。とガンガンガラスを叩き、騒ぎであちこちの家の明かりがつき、カオス状態。あわあわしながら警察を呼んで男を取り押さえてもらった。火事は嘘だった。冷静に男をよく見てみたら、旦那のいとこの元夫だった。この元夫、の母親が男尊女卑の塊みたいな人で嫁いびり、孫娘いびりがひどく、いとこがよく愚痴りに来てた。2年前に元夫の父親が死去、年寄りの一人暮らしは怖い、と元夫母に泣きつかれ、同居するから、と彼は家族に宣言した。旦那いとこと子供たちは大反対。元夫、俺の言うことが聞けないなら離婚で、と言い放った。だがその場で子供たちが、お母さん離婚してと泣きわめき、元夫呆然。元夫はごネタが調停で離婚が決定した。なんで元夫がうちを吸収したかというと、いとこと子供たちと連絡が取れなくなって住まいを訪ねたら、子供たちに剣もほろろに追い返されたかららしい。最初はうちの旦那に、いとことの仲を取り持って、と頼むつもりだったのだが、日にちを置いてるうちに猜疑心が生まれて、熟成されていって、あいつがそそのかしてるんじゃないか、子供たちにあいつがいろいろ吹き込んでるんじゃないか、と勝手にヒートアップし、酒の力を借りて夜中に我が家を襲ったらしい。警察の身体検査で、刃物は持ってなかったが、鉄パイプ状の金属の棒を持っていたことが判明。肝が冷えた。逆恨みどころか妄想で殺されかけることもあるんだと知った、恐怖の一夜でした。破談の復習。年末年始は仕事で、今日から数日休みなので帰省してる。実家について荷物を整理してたら玄関が騒がしくなり、何事かと襖を開けたら、飛び込んできた知らないおばさんに掴みかかられ、わけがわからないうちに天井を見てた。柔道でぶん投げられたらしい。分厚い脂肪がクッションになったのか、私はノーダメージ。むしろ私は視界が襖、廊下、知らないおばさん、天井、とくるくる移り変わって処理が追いつかない方にパニック。は？しか言えないロボットみたいになってた。デブな私を投げた細身のおばさんがバランス崩してる隙に、旦那が間に入り、同日に帰省してた妹の彼氏が駆けつけておばさんを捕まえてくれた。私の修羅場はここまで。後から駆けつけた母になだめられ、リビングで全員テーブルに着いた。おばさんもパニックになっているようで、まくし立てているんだけど、文章に必要な要素がたびたび欠落してよくわからない。母がお茶を入れながら、おばさんが父、昨年没、の方の親戚だと教えてくれた。おばさんは私たちがおばさんのことを知らないのに動揺。なんとか話してくれたことによれば、すべての元凶は祖父母だった。ことの発端は二十数年前に遡る。おばさん、当時はバリバリのお嬢さんの結婚式。そこに祖父母が招待されていたのだが、当日なぜかフリフリのピンクのドレスを着た一人の幼女を連れてきたそうな。急に子供の客が増えて戸惑う関係者に、こんな可愛い子が祝いに来てやった。賢い子だから迷惑はかけない。と出席を強行。事実、その女の子は大きな声も出さずにニコニコとおとなしくしていた。むしろ式の最中大音量でくしゃみをしたり、痰を吐いたりしていたのは祖父母の方だったらしい。事件が起きたのはその後、食事中、女の子が急に倒れた。顔が腫れ上がり、呼吸もヒューヒューと異様な音を立てる。すぐに救急車が手配されたが、祖父母は叫んで暴れ、女の子と一緒に救急車に乗ろうともせず、ただただ神父に詰め寄って言乱責める。
人殺し、孫が可愛いのに嫉妬して毒を持った、などと罵詈雑言をまくし立てている間に女の子の容態がさらに悪くなり、同乗者なしで病院に直行。幸い、意識を失う前に女の子自身が名前や住所、電話番号を言えたので両親に連絡がつき、母が駆けつけたそうだ。女児が倒れた理由は、お察しの通りアレルギーのアナフィラキシーショック。甲殻類アレルギーで、孫が食べられないと言ったのに、祖父母が無理やり食べさせたせいだった。とにかく、その事件のせいでおばさんは破談。医者料などなどは祖父母と父が払ったらしい。ここまでは母も知っていることだったが、この先は母も知らされていないことだった。医者料の支払い以外に、祖父母とおばさんはもう一つ約束をしたそうだ。それは、女の子の結婚式に、必ずおばさんを招待するということ。おばさんが破談になったのは、祖父母と縁ができることを先方が嫌がったというのが大きな理由だ。孫の結婚式をぶっ壊すのがおばさんの復讐になる。そして昨年末、おばさんは私が結婚したのを知った。私は式を挙げていない。しかも、結婚したのは4年以上前。式をしなかった上に結婚を知らせもしなかったことを、約束違いだとしておばさんはこの度の離婚できたわけだ。だが、おばさんの式に出席したのは私ではなく妹。式で倒れたのも、病院に運び込まれたのも妹。記憶違いなどではなく、条件を照らし合わせても間違いない。二人ともアレルギーがあるが、私は薬品系アレルギーで、甲殻類のアレルギーがあるのは妹。二十数年前の私はアトピーがひどく、ふわっとした女の子らしい服を着るとかゆみがひどくて、泣いてばかりだった。フリフリの服に上機嫌でいい子にしていられたのは妹の方だ。当時の姉妹はそっくりだったし、現在の私たち姉妹も、姉はデブ、妹は鳥柄という体型以外よく似ている。しかも二人とも小さい頃から引くほど顔が変わっていない。だから、おばさんが玄関から見えた私を妹と間違えてぶん投げに来たのはまあわかる。だが、おばさんが記憶していた女の子の名前は、私の名前だった。祖父母は亡くなって10年ほどになるので、真偽のほどはわからない。おそらく祖父母は、おばさんに、あえて私の名前を伝えていたのだと思う。買い与えた服をアトピーで着られず、小児喘息もあって祖父母の思うように遊べないという理由で、当時から私は祖父母に嫌われていた。妹にばかり構って、いろいろと買い与え、私はないがしろにされていた。だから、おばさんが復讐に来ると理解して、可愛い妹ではなく私の名前をおばさんに伝えたのではないだろうか。おばさんはめちゃめちゃに泣いた。破談になった当時は、祖父母はもちろん、女の子のことも恨んだそうだ。だが、二十数年経って、祖父母のことは許せなくても、女の子に復讐するのはやめよう、式には招待されても出るのはよそうと思っていたそうだ。ところが、式どころか結婚すら知らされていなかったと知り、私たちが約束を破ったと思った瞬間に頭に血が昇って、何かしてやらなければ気が済まなくなったんだと。ちなみに、ご近所さんがおばさんの友達で、情報源はそこ。ご近所トーク中に母から娘たちが帰省してくる日にちをゲットしておばさんに伝えていたそうな。だけど、実際のところ祖父母がクソブクソで、約束は伝えてないわ、復讐相手をもう一人の孫に身代わりさせようとしてたわで。なんか同じ被害者というか、自分自身をぶん投げちゃったような気持ちになったんだと。何度も何度も謝られて、本当に祖父母がすいませんってなっちゃった。で、よく考えたらこれ妹の修羅場なのよね。本人は、小さい頃に結婚式でアナフィラキシーショックを起こした、って話をされたことがあっても記憶がない。姉のこととして語られる式の過去の修羅場の内容で、自分の記憶が少しずつ呼び覚まされていく意味のわからない恐怖。しかも結婚式準備中。多分今回一番怖い思いをしたのは妹。青ざめて、当時祖父母に無理やり食べさせられたとはいえ式をぶち壊してしまったこと、今の今までお詫びもできていなかったことを謝る妹を、おばさんは号泣しながら許してくれた。あの後改めて自己紹介みたいな流れになったら、おばさんと妹の趣味が偶然にも一致して、今二人ですごく盛り上がってる。私は長距離運転してきたところへ修羅場突入で疲れちゃったので、こたつでぬくぬくしつつ、二人がキャーキャーはしゃいでる声を聞きながらこれ書いてる。
晩ご飯の買い出しに行ってる旦那と妹の彼氏くんがそろそろ帰ってくるみたいなので、ざっくりまとめて書き込み。おばさんは未だ独身。祖父母があんまりひどかったので、その後のご縁にも影響したのかもしれません。深くは聞けませんが。放火。当時の彼氏の浮気相手に放火された。彼氏とは高校から付き合い始め、当初は初々しいカップルみたいな関係だったけど、数ヶ月経ったら小中の時のような気楽な関係に戻り、社会人になってから結婚を意識した付き合いに進んだ。だからってやはり甘い関係になるわけでもなく、会話は夫婦漫才のようだと言われ、デートスポットは漫画喫茶とかマニアックな展覧会とかが多かった。そんな付き合いだったからか、いつの間にか浮気されてて、その浮気相手に私と彼氏のデートを目撃され、浮気相手が浮気されてる、あの女許さない、と暴走。ストーキングで家がバレてたらしく、深夜に放火された。すぐに自分が気づいて消火しようとし、近所の人が通報してくれて誰も亡くなったりしなかったし、家の被害も大したことなかった。浮気相手の犯行が計画的なものではなく衝動的なものだったため、目撃情報も多くすぐに捕まった。彼氏とはなんだかんだ知り合って20年、付き合って10年の間柄だったのでショックだったし、もしかしたら家族もろとも死んでたかもしれないと思うと許せなかった。一番若くていい時期をそんな野郎に捧げてたことが悔しくて仕方なかった時の心境と、窓の外がオレンジ色になってるのに気づいた時が修羅場でした。パートの A さん。変な人に絡まれかけてる。最初に変な人と分かってよかったのかも。私はパート主婦で、半年くらい前に今の職場に入ったのだけど、最近 A さんというあまり接点のないベテランの人に急接近された。LINE 教えて。赤ひげ飼ってるの？見に行きたい。みたいな。犬猫ならわかるんだけど、赤ひげみたいって人はレアなような。赤ひげ好きだけど。私にぐいぐい来る理由がわかったかもしれない。私と同時期に入った B さんと、話してたら唐突に、A さんちょっと怖い。って言われて、話を聞いたら、B さんは雑談で A さんと、パート先が家から近いこと、歩いて2、3分、みたいな話をしてたらしいんだ。そしたら A さん、その情報をもとに、自宅まで来たらしい。怖すぎる。A さんが B さんにパート先の書類を渡したかったらしくて、いきなり電話かかってきたと思ったら、今、あなたの家の前にいるの。と言われて、びっくりして出たら A さんが微笑みながら書類持ってたって。一応ありがとうと言ったけど、なんで家がわかったのかと聞いたら、上の情報と、住宅地図で同じ名字探してきたみたい。変わった名字だからすぐわかったよ。って言われて恐怖したという。B さんは少し押しに弱くて、A さんと LINE をすでに交換してしまってて、やたら帰りに買い物行こう、とか言われてたみたい。その時に、パート先の人の家巡りするね。とか言われ、これが C さん家。ちょっと遠いけどこれが D さん家。みたいな感じで、巡ってから行ってたんだって。なんで知ってるんだろう、仲いいのかな、でも他の人の家巡るの変だなと思ったって。その時点で異常に気づきなよとは思ったけど、唐突に来られて恐怖に思ったらしい。あの家巡りに私の家も追加されるのか。ってため息ついてた。それで B さん怖くなって、A さんの LINE をスルーするようになった。その時期と私にぐいぐい来るようになった時期が同じ。B さんに相手にされなくなったから私のところに来たようだ。私もそういえば、あなたの家ってどのあたり？何が近い？目印になるものある？って聞かれたことあった。うちは特になくて、〇〇方面だから何もないって言い方してたんだけど、A さんだったら来そうだな。LINE 交換は絶対にしてはダメだ。A さん関連のことは全部スルーしようと心に誓った。警戒しすぎかもしれないけど怖い、